戦国時代最強の武将の一人と言われる甲斐の武田信玄、上杉謙信と激闘を繰り広げた川中島の戦いや、天下人徳川家康をギリギリまで追い詰めた三方ヶ原の戦いが有名ですよね。もし天下統一を目指していた彼が志半ばで倒れていなければ、日本の歴史は変わっていたかもしれないとまで言われています。そんな武田軍の財政を支えたのが、鉱山から発掘された金で作られた甲州金と呼ばれる金貨、その一部が埋蔵金として日本のどこかに眠っているというお話があるのです。今回はそんなお話です。世の平凡の皆さん、どうも普通のヤスです。このチャンネルでは特に何の取り柄もない私ヤスが、皆さんが知りたくなるテーマを分かりやすくまとめてお届けするチャンネルです。今回のテーマは黄金が眠る武田埋蔵金について。以前上げた動画カゴメカゴメと埋蔵金のありかについて紹介した時、視聴者の方よりリクエストをいただいた内容になります。ゴールドラッシュに沸く戦国時代。戦国時代の日本では宣教師や商人によってヨーロッパから金銀を精製する技術がもたらされました。掘り出された金銀たちは戦国大名たちの領土を守る軍資金になっていたと言われています。戦国時代最大の金山は新潟県にある鳴海金山。16世紀後半にはこの金山から日本の金の3割を産出するほどでした。その他にも北条の伊豆金山、秀吉の生野銀山、毛利の石見銀山など有力大名たちがこぞって金銀の発掘に力を入れていました。武田埋蔵金について。そんな中、武田軍の財政を支えていた金山の代表格は黒川金山でした。甲斐には黒川金山をはじめ湯の奥金山など多くの鉱山があり、戦国時代から江戸時代の初期まで金を産出し続けました。そして金山で活躍し信玄を経済的軍事的に支えたのが金山衆と呼ばれる採金業をしていた山氏の集団です。彼らは主に金の採掘や商業活動を行っていましたが、戦の際には武田軍の軍勢に参加しました。金山衆の持つ金の採掘技術は戦の際の城攻めに役立ち、戦の中で功績を挙げた金山衆には武田信玄から褒美が与えられたとされています。また戦いだけではなく内政においても道路や堤防の整備に技術が生かされたそうです。山氏を使って鉱山の開発に成功して勢力を拡大した信玄ですが、甲斐の国現在の山梨県は海がなく四方八方を敵に囲まれた地、いざという時の軍資金のために甲州金を埋蔵していたと言われているのです。戦国時代は国が取られても命が取られないことは珍しくありませんでした。いざ国を取られた時の再起のため軍資金を隠す必要があったのです。そしてその一部が未回収のまま武田氏滅亡とともに眠りについたと言われています。武田埋蔵金のありか。ここからは武田埋蔵金のありかとして噂される場所を2箇所紹介していきます。1つ目が武田領最大の金山である黒川金山近くの一ノ瀬渓谷です。多摩川の源流域に位置する渓谷であり、山深くにあって訪れる人が少なかったことから今も手つかずの大自然が残っている場所になっています。明治の終わり頃に金の延べ棒が10本見つかったと伝えられており、発見者が残したメモにある通りの小規模の洞穴が点在していると言われているそうです。しかし一方で甲信地方でも有数の難所とも言われており、遭難して亡くなる人も多い危険な地帯となっています。そして2つ目が山梨県富士河口湖町鳴沢村にまたがって広がる青木ヶ原樹海です。明治の初め頃、地元の男性が農作業の合間に青木ヶ原樹海に足を踏み入れた際、溶岩洞穴の底に置かれた金貨の入った壺を偶然見つけたと言われているのです。男性が驚いて村へ帰り、数名を引き連れて現場に戻ったが、何の目印もつけておらず似たような穴がたくさん開いていたため見失ったそうです。前回僕の動画でも紹介したように、樹海は深い森が約30平方キロメートル広がる地帯、絶対に見つかってほしくない埋蔵金を隠すにはうってつけの場所でもありますよね。黄金の国ジパングと呼ばれていたように、日本は世界で金の産出国として知られ、その中でも甲斐の国は武田信玄によって積極的に金山が開発されていました。そんな武田の埋蔵金がどのくらいの規模になるのか考えただけでもワクワクしますよね。今回はここまでです。今回は黄金が眠る武田埋蔵金について紹介しました。武田埋蔵金の他にも織田信長を討ち取った後、豊臣秀吉に敗れて討ち取られた明智光秀の重臣の明智秀光が信長の安土城の黄金を琵琶湖に沈めたと言われる琵琶湖に眠る埋蔵金伝説や、豊臣秀吉が自分亡き後の息子秀頼のために大阪城の財宝を多田銀銅山に移したと言われている多田銀銅山埋蔵金伝説など、日本各地には文献や巻物に残っているだけでも優に100を超える埋蔵金伝説があると言われています。
すごくロマンをくすぐられるお話ですよね。皆さんもこの埋蔵金伝説が面白いというお話がありましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。他にも皆さんが気になるテーマについて私が調べてまとめていますので、チャンネル登録とご視聴よろしくお願いします。その他 SNS もやっていますので、概要欄の方からフォローお願いします。ではまたごきげんよう。